キアナ少尉、ニュージーランドに到着したわね。それじゃ、任務の説明を始めるわ。ちょっと待ってよ。この前の幽霊戦艦の解析結果が気になるんだけど。キアナ、任務の遂行を優先しなさい。悪いニュースがあるわ。昨日ニュージーランドで強烈な崩壊が発生した。今そっちはゾンビと崩壊獣だらけよ。オセアニア支部はほとんど壊滅状態で、デザイアジェムも崩壊の発生と同時になくなったわ。幸いハイペリオンの探索装置でデザイアジェムの位置は特定できるが、できるだけ早くそのジェムを回収してきなさい。姫子、デザイアジェムって一体何なの？14年前、天命は3つの強力な崩壊エネルギーの結晶を手に入れた。そのうちの一つがデザイアジェム。3年前、天命は極秘の研究計画を実行し、その結晶を使って律者に匹敵する武装を開発しようとしていた。残念ながら研究は失敗し、それ以来デザイアジェムはオセアニア支部で保管されていたわ。私が知っているのは以上よ。そういうことなら急いで回収しに行こう。新しい任務地はまだわからないの？カーズタイム！出発の時間です。すべて計画通りです。了解。邪魔しないでよ。出発の時間です。心配ありません。目標エリア捜索中。了解。事故。目標ロッカー。ファイヤー！フリーズ！ゲームはここで終わりです。艦長。キアナちゃん、姫子少佐からあなたが幽霊戦艦のこと気にしてたって聞いたよ。現在の解析結果を教えてあげようか。おばさん、じゃなくてテレサちゃん、かわいい。今なんて言った？まあいいわ。分析結果によると、あの戦艦はそれまで完全に起動されていなかった。全部で24機ある反重力エンジンのうち、動いていたのは2機だけ。武器システムは全てフリーズ状態。艦載武器が完全に起動した場合、およそ1日で北米大陸を廃墟にすることができるみたい。例えばハイペリオンに搭載されている崩壊炉の限界出力は1380崩壊ワット。そしてムーンライトスローンの崩壊炉の限界出力は12000崩壊ワット。実に面白い。今の天命の研究では1500崩壊ワットが限界なのよ。今のところ強度が1500崩壊ワットを超える崩壊エネルギーは1種類だけ。それって律者？その通り。長空市で観
束された第三律者がハイペリオンを撃破した時放った一撃、その崩壊エネルギーは3200崩壊ワット。だからあの戦艦を完全に起動するには律者のエネルギーが必要とする。それも4人よ。夢の中の声も髪が4本って言ってたような。表示されているのはでも何も見えないわね。まさか位置特定システムのエラーかしら。メイ姉様、待ってください。どうしたのブローニちゃん。東側50メートルに生命反応があるとセンサーに表示されています。見えた。車椅子に座った女の子がいるわ。危ないから急いで助けないと。先に進まないのか。目標を発見したようね。目標？私たちのターゲットってデザイアチームでは。見つかったのは女の子ですよ。オセアニア支部からの情報によると、その子がデザイアジェム。私はウェンディです。説明させて。3年前にオセアニア支部で行われていた実験でデザイアジェムがウェンディの足に移植されたわ。崩壊エネルギーの結晶を彼女の硬い骨と結合させることで律者に匹敵するレベルの力を得られるのではと期待されていたわ。言われると、ウェンディちゃんに巨大な力があるみたいだけど、
今の彼女には難しそうね。ウェンディは当時オセアニア支部で最も優れたヴァルキリーだった。この世界で4人目の S 級になれると期待されていたのに、でも残念なことに彼女にもその力を制御できなかった。私の力不足でデザイアジェムを制御できなかっただけじゃなくて、そのせいでピオアシトも動かせなくなって。どうしてこんなことに。なんで取り出さないのよ。これのせいでウェンディちゃんは車椅子生活なんでしょ。デザイアジェムは極めて不安定だけど、ウェンディの体内では安定しているわ。結晶を保存するためだけにウェンディちゃんの体を器にしてるってこと？やりすぎだわ。ここでこの件を言い争っても意味がないわ。今はウェンディをハイペリオンに連れて帰りなさい。帰るの？でも私は車椅子だし動きにくい。ブローニャはウェンディが足手まといだなんて思いません。重装ウサギ地球史起動。これはロボット？一瞬で出てきたの？重装ウサギ地球史、ウェンディを乗せてください。これなら移動も楽です。飛び上がった。すごい、ブローニャちゃんのロボットがこんなこともできるなんて。今度は私にも食べさせてよ。キアナはお断りです。ヤッホー。絶対メイスに助けさせないんだ。ここで終わりです。さよなら、もう来なくていい。
いいです。ここには帰還できます。ウェンディが移動に影響していないことは証明できました。今日のブローニャちゃん親切ね。ブローニャちゃんのシステムに親切っていうウイルスでも侵入したの？あのブローニャお姉ちゃんありがとう。どういたしまして。ブローニャがすべきことですから。それとウィンディ、ブローニャのモモにある装甲は見ましたか？ブローニャも昔とある実験で両足を痛めてしまい、しばらく車椅子生活でした。ですが最終的にこの外骨格装甲のおかげで歩行能力が回復しました。すごい。私もいつかは治るってこと？自由に歩いて空も飛べるようになる。ウェンディならきっと大丈夫だと思います。セーフレイヤ学園に戻って足の崩壊エネルギーの結晶を取り出したら、ウェンディもきっと歩けるようになります。ありがとう。本当に優しいのね。時間の無駄です。了解。出発の時間です。次はあなたの番です。ブローニャが来るなんて本当に珍しいわね。姫子少佐、学園に戻ったらウェンディの崩壊結晶を取り除く方法を考えましょう。そうすれば彼女の歩行能力も回復するかもしれません。それは無理ね。デザイアジェムはウェンディの体内でしか安定しないから、取り出してしまったら結晶は保存できなくなるわ。じゃあそんな結晶捨てちゃえばいいでしょ。まさか石ころ一つが女の子一人の幸せより重要だっていうの？デザイアジェムはただの石ころじゃないよ。結晶内の強大な崩壊エネルギーが解放されたら一瞬で何都市かが崩壊するけど、それでもいいの？でも、キアナさん、もういいの。とっくに受け入れたことだから。ヴァルキリーである私の職責は、自分の命でより多くの人を救うこと。それが私の職責。Yeah!
に応えようぞ。この一撃で勝負を決めようぞ。この程度の敵、心配には及ばぬ。ハイペリオンはまだなの？姫子おばさん。誰がおばさんだって？まったく、上官準備をしてその場で待機してなさい。ウェンディ、ごめんなさい。ううん、ブローニャは何も悪くない。崩壊エネルギー反応検出。ウェンディの体内にあるデザイアジェムの影響なのか？待って、反応がどんどん強くなっていく。崩壊指数1500、2000、一体どうなってるんだ？崩壊指数2000か。これくらいあればハイペリオンも一撃で壊せるでしょ。ウェンディさん、何を言ってるの？この偽善者ども、あなたたちが憎い、すべてが憎い、みんなまとめてぶっ殺してやりたいほど憎い。このエネルギー反応は、ウェンディ、まさかすでにデザイアジェムの力を解き放ったか？それとも結晶の崩壊意志に操られていたのか？戦いに適した日和じゃ。やー！爆発だ！出発フリーズ！これはあなたの分。あとはブロニーがもらいます。今は情報を早く本部に報告し、 S 級バルキリーを出動させて彼女を捕まえないと。ブローニャはウェンディが他人を傷つけることはないと思います。危険は犯せないのよ。彼女のエネルギーは律者に匹敵するのよ。それに彼女の人格も崩壊によってねじ曲げられている可能性があるの。私もウェンディを信じるよ。長空市の時はメイ先輩も崩壊エネルギーに操られていたけど、最終的には彼女自身の意志で崩壊に打ち勝ったでしょ。
ヒアナちゃんの言う通り、助けてさえあげればウェンディちゃんは本心を取り戻せるはずですよ。ここの状況を本部に報告してから S 級バルキリンが到着するまでには30分かかる。ちゃんと理解した？何かしたいなら30分しかないのよ。姫子少佐、ありがとうございます。ヤッホー、ハッカーズタイム。はっやっ、はっ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 。これはあなたの分、あとはブロニーがもらいます。はっはっはっやっ。ここで終わりです。でも悪いニュースが2つあるわ。1つは天命本部がウェンディを第4律者に認定したこと、もう1つは第4律者を捕獲するため欧州本部の S 級バルキリーがもう出発していることに。 S 級バルキリーが？何でもない時だったら手合わせしたいな。でも今は会いたくない。今回出動している S 級バルキリーはデュランダル、黒いヘルメットをかぶって巨大なランスを持っている。今の S 級バルキリーの中では最強だそうよ。ヤッホー、ハッカーズタイム。戦いに適した人だ。ここで終わりです。
応えようぞ。ヤッホー、ハッカーズタイム。はい、出発の時間です。了解。収穫。出発の時間です。了解。やっとちゃんとした相手が来ます。出発の時間です。やった。次はあなたの番です。もう一つ悪いニュース。天命の衛星によると、ついさっき5隻の空中戦艦が太平洋上空を横切るのが観測された。現在位置は不明とのことよ。空中戦艦、まさかレゲントロピーの部隊ですか？そのはずよ。3人ともよく聞きなさい。レゲントロピーの部隊を見かけたら、すぐに捜索は中断すること。あなたたちまで危険な目に遭わせたら取り返しがつかないわ。いやな、今回は手を貸してあげるよ。レゲントロピーの狐どもがついに手を出してきたみたいね。でもちょうどいい機会かもね。手を貸す、一体何を？ちょっとすればわかるよ。カウンターの任務じゃない。不意を打つぞ。やっぱり嫌なの。ここで終わりです。まさか私を倒せるなんて思ってるの？
ちゃん、お願いだから一緒に帰ろう。ここはとても危険なの。天命本部からエスキューマルキリーが捕まえに来るし、ネゲントロピーの部隊も到着しちゃう。エスキューバルキリー、一社に匹敵するレベルの力を持つと称えられているバルキリーのこと、いいわ、試させてもらう。私の力がエスキューバルキリーを超越しているかどうか。あなた私より傲慢なのね。私とやり合おうだなんて、さっきはうっかりしてただけよ。本気を出したらビツ社を倒すなんて簡単なんだから。フローニャお姉ちゃんを悲しませたくないから、あなたたちとは戦えない。追いかけてこないで。また飛んでっちゃった。次はあなたの番です。は見つかった？もう時間はないわよ。あと2分でエスキューバルキリーがニュージーランドに到着するわ。レゲントロピーの空中戦艦ももうすぐ着くはずよ。ああもう間に合わない。エスキューバルキリーとレゲントロピーの部隊のことは心配しないでいいよ。まさか学園長、エスキューバルキリーの待機命令を出せるんですか？残念ながら私にその権限はないのよ。でも彼女たちの位置を知る権限ならあるよ。まさか。正解！公共チャンネルでエスキューバルキリーの位置を実況したわ。ネゲントロピーの通信システムは進んでいるから、実況放送は聞き取られるはず。それならキツネたちはエスキューバルキリーに奇襲をかける選択をするはず。なるほど、道理で遠くから爆発音が聞こえるのね。自分の人を売るのはいささか不本意だけど、エスキューバルキリーもそう簡単には負けないわ。ネゲントロピーの練習が時間稼ぎをしてくれるといいね。よし、次は私たちの番よ。ヤッホー！本気で私に勝てると思ってるの？ですね。
きました。目標6番ファイヤここで終わりです。じゃないの？そこまで親密じゃないね。その言い方からして以前に何かあったの？大した問題じゃないの。前に話したでしょ、あの S 級バルキリーは天才レベルに真面目だって。その真面目さゆえに私は息が詰まる思いだったの。彼女からすれば上司は軽々しく喋ったらダメだし、昼夜問わずに仕事に専念しなきゃダメだって。私がちょっと休んだだけで半日ほど説教されたよ。聞いただけでも恐ろしい。私の上司が姫子のようないい加減な人で助かったよ。もしもし、今通信中なんだけど。でもその後、やっと彼女に煩わされずに済む方法を見つけたのよ。方法？どんな？それは私個人の秘密よ。キーワードはローランド。彼女がうるさい時にはこの言葉さえ口にすれば静かになってくれるよ。雑魚ですね。出発の時間です。はい、あなたの番です。
私のセリフよ。ウェンディちゃん、信じて。あなたは崩壊エネルギーに侵食されて自分を見失ってるだけよ。キアナ、待ってください。ブローニャはウェンディと少しお話がしたいです。来ないで。嫌よ、話なんてしたくない。ブローニャお姉ちゃん、来ないで。ウェンディを見ているとブローニャは思い出します。孤児院にいた頃、ゼーレという子がいました。ゼーレはウェンディみたいに強くて優しい子だった。ゼーレも一度は崩壊に意識を操られましたが、最後は打ち勝ちました。ブローニが改造手術を受けた時も苦しかったんです。今でもですが、一筋の希望さえあるなら前を向くべきです。ブローニにはウェンディの苦しみがわかります。だからブローニャは苦痛に耐えているウェンディの強さもよくわかります。だから諦めないでください。ブローニャはずっと信じています。私、ブローニャお姉ちゃんを信じる。ブローニャお姉ちゃんが私を信じてくれるなら、私も自分を信じてみたい。よかった、ウェンディちゃんの意識が回復したみたい。はあ、ほっとした。グズグズしてないで、早く一緒にハイペリオンに帰ろう。私たちはみんなすごいバルキリーだから、もし崩壊に操られたらすぐにでもやっつけちゃってたよ。ウェンディ、安心してください。ブローニャと一緒に帰りましょう。そうだ、ブローニャお姉ちゃん、またあのロボットに乗りたいんだけど、いいかな。いいですよ。重曹ウサギ 19C 起動。ブローニャ、親愛なる我が娘よ、今すぐ第四律者を回収しなさい。第四律者は重要な実験サンプルなのよ。回収できなければ殺してしまいなさい。天命の手に渡らせるわけにはいかない。いやです。あなたったら自我の意識が強くなってきているみたいね。ですが抵抗は無意味。最高権限司令、第四律者を倒せなくとも引き止めておきなさい。主力部隊がもうすぐ到着するわ。最高権限司令入力。重装ウサギ地球し、狙撃モードにチェンジ。第四律者を攻撃。ブローニャお姉ちゃん、どうして私を攻撃するの。まさか、さっきの話は全部嘘だったの。私、もう誰も信じられない。ヤッホー、ハッカー。継続します。粘り強さこそ私の長所よ。まだまだいけるわ。
残念ですが、これ以上は待てません。全戦術機構ステルス解除、目標第四律者。そんな律者を一撃で倒すなんて。新しい戦術機構、なかなかのものではないか。彼女を弱らせたあなたたちに感謝せねばならないな。おっと、忘れるところだった。ここに律者がもう一人いることを。ブローニャ、我が娘よ、第三律者を捕獲しなさい。何？はい、お母様。メイ先輩、ブローニャちゃん。どうして。ライデン・メイの捕獲完了しました。残り1名。周囲に天命部隊を確認、接近中です。ふん、命拾いしたな。全軍飛行せよ。メイとウェンディはネゲントロピーにさらわれてしまった。後から駆けつけた姫子はキアナしか救出することができなかった。食いながら聖フレイヤ学園に戻ったキアナはメイ救出作戦を練り始めた。